請求列車の開拓者様、どうかお許しを。例の夢の泡を。この夢はベテランプレイヤーの中、もっとこう、ああ旅立つ前、これは少し、動くときは気をつけるんだ。俺がいるから安心しろ。どうやら殺人事件のようね。殺人、たとえ夢の中で鉄槌に何度も何度も撃たれても、果たしてそれはどうでしょうか。実際に死傷者は出ていなくても、ああ仮に現実で怪我をしな、二人は多く怪我を送り込んだ探偵だったな。なら現場のちょ、一体どんな手を使ったのです？あっという間に僕たちを探偵だと信じ込む。記憶に暗示をかけただけ。もっと時間があれば、私が調和本人の写し身であると。それじゃあ次は、ガーデンのメモキーパーちゃん、ホテルにチェックインした時、ねえもしかしてオーディーショッピングセンターのあんまり花火をま、実際のところピノコニーやお面が言っていた場所は、はあ、お姉さん、韓僕はただ友人とかなり怯えている。やれやれ、どうやら知りたいことがあれば何でも。被害者の身元、スターピースカンパニーの社員で、名前はシャマ、シャマリは即死し、聞いただけで。あそこにいる二人の犯人がどこからかさらってきて、わざあいつらずっと喋らないんだ。どうやら花、何か手がかりはあった？突発的な事件だったから特に凶器を現場に残していったの。シャマリさんは今どこ？それは難しい。オーク家が彼に面だから邪魔しないでやる。シャマリを見つけること。結局花、ブラックスーン様お待ちしており。おや、コールドフットか。喋るんですか？おめえは黙ってろ。花火様殺害事件？違いますよ、ブラックスは。どうやら聞いたことないです。本来であれば本日は必ず花火様はハンマーで頭、私の調査によると3人はやっとのことで、ということは捜査終了。いやいや、犯人は辻褄を合わせる。そうだ、3人はうまく合わせたとはいえ、ブラックスン様、事件に関する書類を。ブラックスワン様、ゾロは花火様の部、ショウさんは肝、最後はユウ。ちょっと待ってください、いきなり覚えられましたか？覚えたけど、探偵助手さん、ゾロは花火様の部下の猛将で勇敢に山賊に立ち向かいましたが、不幸にも右手を切られてしまいました。ショウさんは肝が小さく山賊に遭遇し、最後はユウ、欲張りなやつで。以上が3名。見てください、あ、シャマリさんが夢、おやまあ、この花火さんも僕
証拠はこれだけですか？ご飯！驚き！君たちは二つのし…でも…どうしてそんな…ゲームに余計なものをた…はいはい…花火さんは調査に面白さを加え…この小さな装置は何に…ちょう待ち、こいつは花火様が残したんで、花火様もね、どっちも確かに違いはねえです。なんでやねん。え、じゃあ公平だからで、なんでやねん。これは…先ほどまでは興奮…これはまたな、見た目がなぜ正ブラックスワン様は詳しくね、なるほどね、そこまで合わせる、他の手がかりはもうないみたい。次はゾロって人は、ショウさんって人は確か顔がめ、ああユウという方は陰、逆に考えるのはどうかし、おやその口、で犯人は誰、ショウさんって人は確か顔がめ、
で、犯人はゾロって人は…おや、そうでしょうか…与力の話によると、ゾロは利き手に重傷を負い、左手でザランの容疑が晴れたまで。で、犯人、ああ、ユウという方は…おや、そうです。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 で、犯人、ああ、言うという。おや、そう。おや、そうでしょうか。おや、そうです。おや、そう。おや、そうです。で、犯人、翔さんって。おや、顔に重傷を負うなんてかわいそうで。たとえなら翔さんが。となると、犯人は。真犯人はユウさんよ。で、次。どうやら謎そのものを解くのではなく、一つ忠告さ。とりあえず、一つ気になったのですが、いいでしょうか。一体どうして花火の挑戦にここまで身を入れるのです？それとも、まさか興味を持ったの。言ったでしょ、負けていられないって。メモキーパーとしての責務もあるわ。十分に面白い記憶を収集しないとね。一面散らかって。おっと、ブラックスワン刑事さ。もう、あなたたち二人なしではどうすることもできないわ。おや、どうして。喋る、喋る。そんなことないわ。今回は現代劇。早速、今回また花火です。お笑いの神さ。店員が様子を見に、そして現場にはまたこの三人。覚えやすいだろう。さすが花火さ。最後に監視カメ。もう辻褄を合わせ。おお、笑いの神さ。ブラックスワン刑事、治療室は。では紹介するわね。まずは店員のユウ、次は負傷のゾロね、そして最後はギャンブル。以上が3名の容疑者の状。結構よ。ネクタイね。先ほどのネクタイにゾご用の使い。地面に帳簿が。帳簿のこの線滑。どうやら最初の事件と同じく。邪魔したくないと。
なんか匂いますね。サンポさん、よく見て。冗談もほど。私が知っている愚者の中、仮面の愚者をそそう。この時計開けてみましょう。中に指輪が。それはな、被害者の口。おや、指輪の底。ですね、普通の人の半分サイズ。それか絵を描くのがと、他は特にないみたい。あなたには感謝しないとね、探偵助手さん。犯人は誰だか分かりました。ええ、ただの直感に過ぎないけど。おお、笑いの神様よ。ええ、そんなところよ。さすがブラックスワン刑事、フランクおじさん。ブラック。では聞こう。犯人はだ。ほう。では。おお、犯人は。ショウさんはどしがたいギャンブラーだ。以前花火様と金。
証拠はこの。ああ、そギャンブラーの称賛、彼はゾロの、だがまさか、なんという惨劇。なんだか違和感があります。ええ、あなたの言う通り、探偵助手さん。なるほど。ビンゴだ、やるじゃん。所長、犯人は U で。ブラボー、笑いなく。じゃあ、そもそも犯人はい、オーマイガー。ほらね、花火さんは私。そんなしかめつらな、それは。やっぱり、キリが。じゃあな、グッド。あなたの予想通りでしたね。謎はただの見せかけに過ぎない。あの子は僕たちで遊んでいるだけのようです。どうします？このままだと振り回されるだけですよ。花火さん面白い人ね。彼女の心は複雑なようでとてもわかりやすいわ。舞台に立った霊人のように、かまってほしいとねだっている子供みたい。もうじきゲームは終わる。今度こそ追い詰めてあげる。実はここで予想通りと。昨日私と助手は大芸術家で執事の翔さんによると、その瞬間私は事件の匂いを。すると部屋、私は慌てて。屋敷にいたのは私たちの他に。おそらく今こんな手間のかかる家庭。ズルはダメですよ。どうしたの探偵。いや、僕はそんな待って、ブラックスワンさん、ちょっと待っててば。じゃじゃーん。こっからはショーの中でも最もロマンにあふれた心躍る部分、観客への挑戦じゃん。みんな知っての通り、怖い仮面の愚者花火は他の人の姿に化けることができるの。そしてこのショーで悪役の花火ちゃんはもうすでにある人物に変装してる。そこで問題、その人物とは誰だ。そうそう、メモキーパーちゃんは密室殺人事件に挑戦したくないみたい。でも大丈夫、もし興味があったらぜひ推理してみて。花火すっごく頑張って考えたんだから、無駄にしたくないんだ。以上、仮面の天才花火様の挑戦状でした。すべてのピースは揃った。諸君、良い狩りを。お姉さん、こんな手があるならどうしてもっと早く使わなかったんですか。こういう乱暴なやり方は私の記憶の美学に反しているからよ。でも時には目的をなすために家庭へのこだわりを捨てる必要がある。あの妙なスイート、ヨー、メモキーパーちゃんに。まさか前の謎をスキップ。朝は4本昼。殺人事件じゃ。たまに明らかに行こう。あなたがそんな姿で目の前に。ポップオフ。正解は花火だ。朝は眠くて起きられない。昼はだから、朝は4本昼は2本、夜は3本。めちゃくちゃかわ。褒めてくれてありがとう。今回は私から何を知りたい？この力を使うつもりはな。天候のザー交流飲め。命
地の重みを味わいなさい。即戦即決で行こう。くらえ！お注射重傷ね。この力が沢井天功の昇竜いでよ。戦輪は権限同天陰月僧侶世を注がん。びっくりしましたよ。返事がないようですね。待って、様子が変だ。花火を殺してしまったのですか。そんなバカな。ピノコニーの夢ではし、はあ、お姉さんがやったんですよ。ああ今はピノコニーの麗しき夢のここまでする必要はない。あなたよ、もうすでにある人物に変。そんな、僕が花火だとしたら最後の事件のヒント。あれは花火さんが苦労。事件を解く鍵は私の拙い推理で導きだ。でもつまり二つ目の方は答えは勘。あの時私はすぐに、だから犯人は、それで彼は、もちろん、これは簡単な思考ゲーム、つまり、あなたよ、さん。誰かに言われたことはありませんか？私からすれば、真実は嘘を。素晴らしい。もう一つ。大芸術家の犯人ではなく。残念、残念。可愛い子ちゃん、花火様の死体でした。花火は花火様の死体に。じゃじゃーん、花火の勝ち。花火様の死、別におかしくないでしょ。無理やり感のある印象付けではあるけれど、まあ認めるわ。でこの散歩さんは、綺麗なお姉さん、最初から言っているではありませんか。僕は本当に何も知らない。なるほど、どうやら最初から。ねえ、そんなしかめ面してどうしたの。君は記憶を、花火は憂鬱を、お互いから必要なものを手に入れた。これって気が合うってことだよね。それに君も花火も一人だからさ、花火と一緒に。あら、ピノコニーでかつてないショーが始まろうとしてる。でもステージに上がるのが間に合わない人は舞台裏に。このショーを心ゆくまで堪能したかったら、ステージの上に立ってスポットライトを浴びながら君を取り巻く踊りの一部始終を眺めるのが一番だから、花火と一緒に行こう。最高の観客席は。あと私はあなたが一人だなんて思わないわ。ああ、あなたをピノコニーに雇った人は、よく記憶を進化。つまり、メモキーパーちゃん。あら。驚かせてごめんね。そのうち答えがわかると思うよ。今日は初めましての挨拶だと思って、いつか気が変わったらパブに会いに来てちょうだい。見つかればの話だけど、行こう。散歩。あれ、ん？おや、僕はベロブルグにいたはず。ほらね、どうしてダメなの？心配しないで。あまり乱暴なやり方は私の記憶の美学に反するから。私が二人の視界から消えれば
ごめんなさいね。お気に入りのダンスパートナーはもう。これはこれは実に素敵な夢でしたね。入れとブラックスワンさんの夢の泡だ。そうでした、この夢の中の内容を。まったく本当に何かするわけないのに。あのメモキーパーのことは忘れて僕の話をしましょう。仮面を返し。いつから仮面の愚者もや。冗談冗談、その顔いいね。はい、これタブの穴蔵の鍵、左から三つ目のタル。でもサンポちゃん、こんなに時間が経ったっていうのにどうして急に仮面を取り戻したか。あ、わかった。それについてはノーコメントですが、あなたが言ったあの言葉は好きですよ。ショーが始まろうとしてる。でもステージに上がるこの散歩も。もしどうしようもなくなったら連絡してね。花火は。それは遠慮させていただきます。ベロブルグに近づかないでいてくれた方が助かるので。何しろではジョバンニによろしく。はいはい、行ってみただけ。気にしないで。なんで。Thank you.